こんにちは。今から掃除していきます。でこれね、パンダコパンダの T シャツ3年ぐらい前にも買ったんですけど、もうパジャマですね、家着。これも上持っていきます、あのロフト。ここちょっともうちょっとすっきりさせたいんで、ね、絨毯を、あの掃除機ないんでね、家絨毯を外行って、こうやって表面の汚れ、あ、髪の毛とかほこりとかをはたいていきます。こうやって持っていきますけど、外でちゃんと表に向けて、裏も表もこうやってね、外で落とすんです。絨毯を引く前に床拭きます。これダニよけのシートです。ダニクリーンっていう、これ半年持つんですよね、一回買ったら。これ効果あるのか分かんないですけどね、何ね、これで何が避けられるのかな。これを引いて、いつもね、こう向きに引いてるんですけど、これやとね、この辺に座って作業するんで、私ハンドメイドとか、ね、ここがほらもうくたってきてるじゃないですか。こんな感じ。次はこの辺を座るようにして、こんな感じ、たまにね、ひっくり返します。これロフトになります。もともとロフトに置いてたんで、家具バッグ類は上に飾ってたんで、ね、もう上やっときます。
Thank you.